そのね、ヘタの中にあるもの、これをポチッと取ります。こんな感じ。こういうのはね、最初からヘタがないので何もしなくて大丈夫です。ジップロック用意します。泡盛とか焼酎を用意して注ぎます。焼酎に梅をくぐらせて拭きます。洗った梅をジップロックに詰めていきます。で、このような状態です。で、少しずつ梅酢が出てくるので、1日に何回梅酢をぐらっとね、ひっくり返してあげてください。そうすると梅酢が上がってきます。梅酢が出てくるとこんな状態になりますよ。いい感じですね。